こんにちは、にです。今日はデラックスキングジョーストレージカスタム、こちらを見ていきたいと思います。はい、特空機3号キングジョーストレージカスタム発売されました。いや、これは発表された時すごいびっくりしたよね。ここ最近ウルトラマンのおもちゃは変身アイテムかウルトラマンが使う武器みたいなものしか発売されてなくて、まあそもそも防衛隊がねずっと登場してなかったっていうところもあるかもしれないんですけども、いや、こういうおもちゃめちゃくちゃ嬉しいです。ここにねキングジョーストレージカスタムがドンといて、ここに Z のアルファ H、まあ、いろんな音が鳴りますよっていうことで鳴る音が書いてあって、起動せよストレージの最強ロボット3モード変形とバトルサウンド搭載、サイドはこういった感じで Z アルファ H と、キングジョーストレージカスタム、まあ、4つの音のことが書いてありますね。全10種以上のサウンドが鳴る。で、反対側、はい、こっち側は各パーツですね。キングジョーが4機に分離で、コアシップ、ヘッドファイター、ブレストタンク、レッグキャリアーに分離、そして合体しますという感じなことが書いてあって、後ろ側に、遊び方、3モードのことが書いてありますね。1番がロボットモードで、まあ、ロボで戦って遊ばせると。で、2番セパレートモードで分離して、まあ、各パーツでね、こういろいろやっていって、で、1番足の部分は開いて、レッグキャリアだっけ？まあ、ここに首を乗っけてね、走らせることができますよということですね。で、3番がタンクモード、またこう全部合体してこういうねタンクの形になって、必殺のペダニム粒子砲を放てと、キャタピラ音が鳴るみたいで、あと転がし走行もできますよと。ウルトラヒーローシリーズ、ウルトラ怪獣シリーズと一緒に遊ぼうということで、サイズがそこに近いような形になってるんじゃないかな。だから大きさ的にはまあ多分この側尾よりはちょい大きいと思うんですけども、まあ、ここにできるだけ合わせたようなサイズになってるそうです。それでは開けていきましょう。カッターで切って、どうなんだろう、キングジョーの状態で入ってるのか、それともパーツ4つに分かれてるのか、ちょっとそこ気になってんだよね。いきます。あ、パーツ全部分かれてる。じゃじゃーんと説明書、はい、説明書も入ってますね。ここ最近ウルトラマンのおもちゃって説明書があんま入ってないっていうか、箱の後ろでおしまいみたいなこと多かったんですけども、ちゃんと入ってます。広げるとこんな感じで、各パーツのことと、あと、絶縁シートの外し方、あと電池の交換の仕方、注意書きですね、指挟むの注意してくださいと。で、こっち側がセパレートモードへの変形の仕方、ロボットモードへの合体の仕方、タンクモードへの合体の仕方、あと音声遊び、音声結構いっぱい入ってるね。こういろいろなね音声になりますよっていうことが書いてあります。ブリスターにはこんな感じに収まっていて、胸の部分ブレストタンク、そしてお腹のコアの部分ですね、コアファイターはガンダムだよ。コアシップで、頭の部分のヘッドファイター、あ、これとこれが混じっちゃったんだね、まずいまずい。で、足の部分のレッグキャリア、こういった感じですね。分離した状態で入っていたので、セパレートモードから行きましょう。まずは頭のヘッドファイター。頭の部分は、これは見立て変形っていう感じかな。特に何かを動かしたりとかじゃなくて、向きを変えて変形。飛行機のような形をした、まあ、土台の上に、このでっかい牡蠣が乗っかってるみたいな。ここが翼で、コックピット的な。後ろ側はこうなります。すごいね。キングジョーの頭が飛行機になるっていうこの発想が素晴らしい。で、ここに穴が開いていて、これスピーカーの穴になります。まあどうしても、こうね、上の面にネジ穴っていうか、こう止めてる部分が出てきちゃうんですけども、これはしょうがないところでしょう。うん。ピューッと飛んでいきます。次はブレストタンク。手の部分を畳んで止めると。で、ひっくり返してこの部分を斜め前に向けて、これでブレストタンクですね。こっち側が腰で、下の部分が頭のところになります。一周ぐるっと見るとこんな感じですね。ちゃんとキャタピラがあるんだ。これ気がつかなかったっていうか知らなかった。ほら、この肩の部分がキャタピラみたいになっていて、ちょっと
と黒くてわかんないかな。うん。まあ、こう正面から見るとタンクっぽさってよくわかんないんだけど、なんか、こう後ろから見るとね、こうタンクっぽさがよくわかるんですよ。なかなか面白いね。で、さっき畳んだところは、ここにボタンがあって、これを押すと、こうやって展開しますっていう、そういった感じですね。次はコアシップ。一周ぐるっと見ると、こういった感じになって、コアシップの前はどっちなんだろう。ちょっとわかんないんだけど、多分こっちが前だと思うんだ。でも、なんかこうね、飛ぶって考えると羽の形はこうであってほしいっていうのもあるんだけど、この辺ちょっとちゃんと見てなかったな、ごめんなさい。まあこれ自体は何のギミックもないので、もうこうやってねふやふやこう飛ばして遊ぶっていう、そういった感じでしょう。最後レッグキャリア一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、タイヤのようなものがここに造形されていて、足をガバッと前後に割ったような感じだね。で、後ろ側ここになんか丸い造形物があって、ブレーキランプなのか、なんか噴射口なのか、なんかそんなような感じですね。で、前に戻っていくと、ここはなんかキャノン砲というか、あの火器がついてます、はい。で、前の部分もなんとなくこうちょっとトラックのね、あの前面のような造形になっているのかな、なんとなくこうランプっぽいようなものとかが見えます。はい。でこいつは側尾を乗っけてね、こう運んで遊ばせれますよっていうことで、絶版ドン乗っけるとこうなるんだけども、どうでしょうか。うん、サイズ的にもちょうどいいというか悪くないね。で、これ遊び。いいですね。で、ただね、この上の部分、結構デコボコしてるっていうか、そのジョイントの穴とか突起がいっぱいあって、ゼッパンドンは、こうね、尻尾もあって安定して乗せれるから、全然問題ないんだけど、二足もの大丈夫なのかな？ペダニウムゼットンがあるな。ペダニウムゼットン乗っけると、ああ、乗るんだけど、ここの突起に足が乗っかっちゃうね。で、前に行くとここにも突起があるから、その隙間ダメだな。ゼッパンドン足がでかくて、ゼッパンドンじゃないや、ペダリウム Z の足がでかくて、なんとか入った。突起と突起の間にかかとが入ってみたいな。そんな感じだね。で、ここにヒンジもあるから、ここもダメだし、ここも、後ろこの部分突起があるから、さらにその後ろか、ここだ、ここならいけるみたいな。だからこう物によってはね、ちょっと乗せづらいものとかありそうですね。セブンガーは足のここの長さが短いからか、ここはダメか。でもここは乗るな、ここもいける、一番後ろもいける。うん、そんな感じですね。まあ、こういう風に熱さしてね、こういう感じで運搬も全然ありなんじゃないかな。ちょっとダグラムっぽいね、こうフォローかけて、うん、いいですね。こういう遊び楽しい。じゃあ次は合体ですね。ロボットモードへ変形していきたいと思います。レッグキャリアからいきましょう。ここのヒンジの部分で折りたたんでいきます。クリックが入ってますね。でパチッと止めると、もうこの形でもかっこいいね。で上げていって、でこれでまあ気をつけっていう感じな足になってるんですけども、これをさらによいしょ開くことができます。左右それぞれワンクリックずつ開きますね。で開いたらこのタイヤをパタンと閉まっていって、これで準備完了。後ろのこのタイヤはしまえないんですね。こういう形なんだ。次ブレストタンク合体準備と思ったんだけど、何もすることないのね。だから足をこの状態にしたら、もうあとは重ねていくだけです。足の上にコアシップ、これを乗っけて、そしてその上にブレストタンク、まあ、これがビューッとひっくり返って上にくっつけると、で最後なんだっけ、ヘッドファイター、これがビューッと飛んでいってひっくり返して刺して完成。キングジョーストレージカスタムでございます。
です。いいですね。まあ、キング・ジョーなんだけども、やっぱりこうメカニカルな形で雰囲気結構ガラッと変わりますよね。後ろ側はこういう風になっていて、色も白と黒でなんかスタイリッシュです。はい、前に戻っていきましょう。で、大きさ比較していくと、特機1号7が横に持ってくるとこうなります。だいぶでかいね。そして特機2号、ウィンダム、はい、これはね、リアルのサイズには合ってないですね。確かね、セブンガーは55メートルだったと思う。で、ウィンダムは65メートル。ウィンダムの方がでかいんだよね。でね、キング・ジョーストレージカスタムは、どっかデータ書いてあったっけかな？このおもちゃには何もデータ書いてなさそうなんだけども、ネットで調べるとね、58メートルなんですよ。だからセブンガーよりもちょい大きくて、で、ウィンダムよりも小さいっていうのが、まあ、本当のサイズなんですけども、おもちゃではね、こうかなり大きめな形になっております。ちなみに、普通のキング・ジョーの大きさは55メートル。セブンガーと一緒のサイズだったような記憶。ちょっと間違ってたらごめんなさい。まあ、この辺はね、リアルにそのサイズを合わせると遊びづらくなるので、全然、問題はないんですけども、まあ、ちょっとスケールは変わってるってことですね。あと、ウルトラマン。ウルトラマン Z α H 横に持ってくると、こうなります。α H 何メートルだったっけ ?52 とかそんぐらいだったと思うんだけど、まあ、ここら辺もね、あってはいないんだけど、でも、ソフビと並べてもそんなに違和感ないというか、すごくいいサイズ感で、これはこれでありです。次は稼働なんですけども、合体の仕方がこういった感じなので、ほとんど動かせないですね。肩回り、ここをクリックで動かせて、で、前はですね、ここに当たっちゃうので、ここが限界、ここまで。で、後ろに関しては、まあ、ここが限界そうに見えるんですけども、ちょっとと、こう避けながらというか、少し当たってるんだけど、当たりながらでここまでですね。これ以上はいかないです。だから一周ぐるっとっていうわけじゃないし、ちょっとこれもね、当たるのであんまりおすすめできないですね。で、反対側も同じようにカチカチカチっとここまでですね。後ろ側、ここも、あ、ここは当たんないで、ここまでか、ここまでいきます。あとは手の部分のね、この部分の開閉ができる、これぐらいですね。あとは変形合体で使ったこの足の開き、これを閉じて立たせてね、こう気をつけみたいな、こういうポーズは取れるんですけども、このポーズに何かこう遊びを見出せるかどうかっていうのはちょっと何とも言えないですね。まず4パーツに分離しちゃいます。ヘッドファイター、そしてブレストタンク、コアシップと、よいしょ、コアシップちょっと硬いですね。で、レッグキャリアのこの部分は、キャリアモードって言えばいいのかな、トラックの状態に変形しちゃいます。タイヤを出して、足を閉じて、かかとのここの部分倒して、で、展開していくんですけども、ここにね、爪があるので引っ掛けてパタンと倒して、これで土台の部分完成です。次、ブレストタンクなんですけども、ここの部分にコアシップをつけていきます。ロボットモードの時はこういう向きでついてたんですけども、反対側にして、そして押し込んでくっつけます。そしてレッグキャリアに合体させていきます。後ろの部分のこの突起にちょこっとへこみがあるんだけど、このへこみの部分にこのブレストタンクの出っ張ってるこれをはめていくような感じ。よいしょ。ちょっとね、こうムニッとした感じで入るので、カチンとかそういう感触はあんまりないですね。これでくっつきました。最後、ヘッドファイターを合体させます。レッグキャリアの前の方のここの突起を使うんだけども、この突起にヘッドファイターのこの部分をこう挟み込むような感じで合体ですね。よいしょ。ここもね、
カチッと止まるんじゃなくてムニュッとした感じ、なんかこうしっかりと止めた感っていうのはないです。はい、完成。タンクモード一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、かなりごついですね。レッグキャリアの上にヘッドファイターとブレストタンクがそのまま乗っかって、で火器をね全部使うみたいな、そういった形になります。で当然ねレッグキャリアから大きく下の部分は変わってないので転遊びできて、ちょっとねこう左右じゃないな、前後に重いものが乗っかってるので、転遊びこう前後にするとこのヒンジの部分が少しグラグラしちゃうけど、まあこれはしょうがないでしょう。最後音声の確認していきましょう。ヘッドファイターのこの部分が音声ユニットになっていて、ボタンはバックパックのこの部分、スピーカーは頭のてっぺんのここになっております。でボタンを長押しすることによってモードがロボットモード、セパレートモード、タンクモードに切り替わっていて、各モードでそれぞれ何種類か音声が収録されております。じゃあ行きましょう。はい、これでロボットモードになりました。でボタンを短く押していくと、足音4回、次が、足音2回、鳴き声、パンチ、攻撃音、鳴き声でいいのかな、次、ペダニウムハンマー、攻撃音、次、足音2回、鳴き声、パンチ、攻撃音。次が最後5回目ですね。ペダニウム粒子砲、攻撃音と。で、次押すと1回目の音に戻ります。足音4回になりますね。で、次は長押しでセパレートモードしていきましょう。セパレートモード。はい、これでセパレートモードになりました。セパレートモードは3種類の音が入っております。飛行音なんだけど10秒ぐらいになるみたい、結構長め。はい、で次、セパレートモード攻撃音 A と飛行音、最後セパレート攻撃 B の音と飛行音。はい、これでセパレートモードの音全部ですね。次長押しでタンクモード。はい、タンクモードになりました。タンクモードも3種類の音です。キャタピラーの走行音で、これも10秒ぐらいになる感じ。次、タンクモード攻撃音からのキャタピラ音で、最後はい、チャージ音とペダニウム粒子砲攻撃音、以上になります。もう一度長押しするとロボットモードに戻ります。まあ各モードをね、その携帯になったらそのモードの音が流れるようになってれば一番いいんだけども、さすがにそこまでの機能はねちょっとつけれないということで、手動で切り替えていくという、そういったタイプになります。だからロボットの時でもタンクの音とか鳴らせちゃうので、これをねうまく合わせながらこう自分のねごっこ遊びに使っていくっていう、そういった感じですね。はい、デラックスキングジョーストレージカスタムを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。
や、これはいいですよ。3モードしっかり変形があったりするし、おまけにそれぞれのモードにちゃんと音声が収録されてるから、ごっこ遊びがめちゃくちゃ楽しいです。で、個人的に一番気に入ってるのは変形合体が簡単なところ。変形合体が難しいとワンモード固定でしか遊ばなくなっちゃうんだよね。だけどこれだけ簡単だったら気軽にいろんなモードにしてね、こうロボットモードからタンクモードとか、あとセパレートモードでキャリアに側尾乗っけて運んだりとかできるから、そこはねやっぱりいいなと思いました。ただ残念なところが一点あって、このコアシップの部分とブレストタンクの接合部が硬いんですよ。最初外せなくて、ロック解除ボタンがあるんじゃないかなとかってこう探しちゃったんだよね。だから僕が苦労したってことは、小さいお子さんはかなり苦労すると思うので、せっかくの簡単な変形合体がね、ここでつまずいちゃうっていうのはちょっと残念だなって思いました。ただ安全面で振り回して取れちゃいけないし、あと足の上にポロンとね落っこって落ちちゃってもいけないし、で難しい問題なのかもしれないですね。で、情報がいろいろまた出てきたんですけど、デラックスセブンガーが発売されるということで、これまたすごい楽しみで、ただセブンガーが出るんだったらね、ウィンダムも出してほしいなって思うんだけど、どうなんでしょうか。バンダイさん、よろしくお願いします。そして全然関係ないクレイジーゴンがここにいるんだけど、これは僕の希望で、4号としてね、特気温号としてクレイジーゴンどこかで登場しないかなみたいな、劇場版とかでひょっこり出てきたらめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。